ゴーリキアヤメです、今回ショートショートフィルムフェスティバル&アジアのクリエイターズ支援プロジェクトに参加させていただくことになりました。実はですね、ショートショートの映画祭には以前上映会にお邪魔させていただいたり、もう本当世界各国のフィルムメーカーの皆さんの作品には本当に大変興味を持ってたので、今回このプロジェクト支援プロジェクトに参加させていただけるのを本当に嬉しく思っております。クリエイターズ支援プロジェクトはこれまでショートショートの映画祭で受賞したりノミネートしてきた日本人監督の才能を世界に発信していこうというプロジェクトです。私もこのコロナ禍という時期にお家にいる時間が増えて、たくさんのことを本当にまあいろんなことを考える時間があったので、一人の女優としてこのような企画に参加させていただき、監督の皆さんと一緒にこの日本の才能魅力を世界に発信していけるというのを本当に嬉しく思っていますし、改めてお芝居の魅力を皆さんにお伝えできたらなと思っております。現在絶賛制作中のショートフィルム、ぜひ皆さん期待して待っていてください。